12月7日、火曜日ですが、愛媛県の福見山、明神ヶ森の登山教室に来ています。この三本杉の、天然記念物三本杉の看板が目印です。今から新宮神社、三本杉を見まして、福見寺へ行きたいと思っています。非常に歴史のある、山旅になりそうです。天気はなぜか相変わらず、雨が降ってます。新宮神社の上がり口です。これが三本杉ですね。やっぱ結構の大きさです。はい、この杉です。立派ですね。360年ほどと言われます。まだまだ勢いがあって、今後の、日本の居住の未来を担うような杉だそうです。見事です。コンクリート簡易舗装の道の上、落ち葉が、軽く積もっていい感じで歩けてます。結構急な、車道です。下に上がってきた道ありますが、鋭角に、ターンして登山道山道に入ります。この辺はちょっと分かりにくいところかもしれませんね。曲がるポイント峠のちょっと手前になりました。俺もびっくりした。はい、長石がありました。ここに来て初めて、看板があります。日本杉のあたりです。このあたりまで、昭和30年頃までは民家があったそうです。次の植林からまた、竹林に入ってきます。見事な、竹林ですが、お寺の屋根がもう見えてきました。はい、ようやくお寺の方へ上がってきました。福見寺です。はい、伝説にちなんでこれ俵っていう風に入ってます。古いお寺ですね。はい、じゃあ福見山頂上行きます。お寺から先は、道が狭くなってます。急登ですよ。かなりぐんぐん気温が下がってきました。冬型の気圧配置に変わりつつあるようです。非常に寒くなってきました。今頂上です。頂上近くですが、
この辺はブナも出てきました。14時ですが、やっと明神ヶ森の頂上へ着きました。わかりますかね、霧標がついてます。霧標がこのブナの木にびっちりついて、風で、パラパラと落ちてきてます。霧標がついてます。明神ヶ森の頂上1217メートルですが、着きました。あまり広島から来れる方はおられないと思います。なかなか渋い山ですね。はい、これ上の方からどんどん霧標がついてます。風で落ちてくるんですけど、どん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 つき始めてます。気温が下がってきましたね。はい、綺麗です。急いでおります。もう森の中真っ暗です。今日の山も急斜面が多いです。植林帯が、多いですから、結構急斜面が多いですね。少し、川内の方ですかね、滋賀の方の方が見えます。林道の分岐まで、やってきました。今日初めての、座っての休憩です。やっと、お寺に戻ってきました。さすがに16時を過ぎるともうこういう森の中は暗くなってきます。そう、落ち葉の道です。はい、また、車道へ出ました。はい、うん、まだなんか降ってるね。でもなんとなく、16時半ですが、なんとか天候、あまりひどい状態にはならなかったですね。目的、通り歩けました。まだもうちょっとかかります。17時、ヘッドランプ用意したんですが、つける間もなく到着しました。お疲れ様です。